メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。今日12月4日金曜日の開運メッセージです。今日のメッセージはこちらです。これは仕事ですね。時々は仕事のやり方を確認することも大事なことではないでしょうか。結構当たり前にやってることがロスが生じていたりとかって、なかなかその中に入ってしまうと気がつかないこともあります。今日は仕事のやり方、これお家の中の仕事もそうですね、なんか確認してみてください。今日の開運メッセージは仕事でした。それではまた。